はい、どうも、さすのです。前回ディスカスを無事90センチ水槽にしましたが、いろいろとね、説明できてなかった、言えてなかったものがあったんで、まあ今回ね、後日談の回として動画回しました。で、90センチ水槽を置く前に、このディスカスの水槽に流木とか、いろいろ入れられたらなとか思ってたんですけど、実際ね、毎日まあうんちを取るので、ちょっとね、まあシンプルな方がメンテナンスしやすいなと思って、ベアタンクの状態にしてます。ぶっちゃけ90センチの立ち上げ動画だったのに、ベアタンクだから特にレイアウトもなくなんかすごいシンプルに終わっちゃったけど、まあね、良かったかなと思います。ぶっちゃけ言って、なんか俺が開封でキャッキャやってる動画になっちゃって、作った後にごめんね、ちょっと今驚かしちゃった。作った後にさ、自分で編集してて、これ大丈夫かなとか思ったんだけど、まあ、とりあえず出しました。で、これがもともといた後の、もともといた後のってなんか変だな、もともと60センチワイド水槽にこの子たちは入ってたんですけど、その後の水槽にコリドラスたちをね、引っ越ししました。まあね、ディスカスの水槽はまあこんなところかな。もう多分ね、よっぽどのことがない限り新しいディスカスはお迎えしないと思いますが、まあもしお迎えするんだったら、もうこの水槽はね、90から120になってしまいますねだから買ったばっかりだっつうのポリドラス水槽の方に移したいと思います。はい、こんな感じですね。圧倒的に好みな感じになりました。まあね、ホリちゃんたちも静かに暮らしてますね。ちょっとココナッツドームもね、入れてあげました。なんかやっぱどうしてもね、ここにベタのね、ラブちゃんは入ってないんですけど、ベタのラブちゃんがね、よくあのココナッツドームに入ってたので、ちょっと入れてみました。なぜならね、ラブちゃんの水槽にココナッツドームが入らないからですねその後ろにちょっと鉢植えでさ、鉢植えでっていうか鉢でさ、あの7のゴールデンとか植えてるんだけど、めちゃめちゃ可愛くないですか。もともとディスカスのために買ったんですけど、まあ掃除しづらいからこっち入れました。で、あそこはタイガープレコのためにね、ちょっと山にしてあげましたよ。これ結構ね、本当好みな感じにできたんですよ。お気に入り。ちょっとね、上向きにこう取ってあげるとね、いいっすよね。圧倒的アマゾンですよね。ここもちょっとあれですね、結構掃除が大変ですけどね、正直。でもね、まあレイアウト水槽っぽくなったから、まあいいですわ。はい、でラブちゃんですよ。ラブちゃんの水槽は新しくなったんですけど、ちょっとね、水草トリミングしてないんで、ボッサーしてるんですけど、まあちょっと見てくださいな。ベタちゃんの水槽ですね。ベタのラブちゃんの水槽、なんと
アクアシステムなんですよ。この水槽をなぜかクソ安くなってたんですね寄ってきた特に覗いてもないのに寄ってきた、この水槽なんかもう製造終了なのかな、だからすごく安くなってて、本当はなんかジェックスの水槽にしようと思ったんですけど、やっぱアクアシステムとかっていいじゃないですか。うん、買っちゃったアブちゃん元気ですね。うん、ちょっと多分ね携帯嫌いなんですよね、こいつ。あんま好きじゃないんで寄ってこないですね。でもまあ圧倒的にねこんぐらいの水槽の方が管理しやすいんで楽ですよ。うん、まあちょっと水替えのね頻度は多いから、あれは手間は手間なのかもしれないですけど、どうせね毎日 D のうんち取るんで、その時にちょっと足し水パパってやるから、まあそのついでにね水も変えれるしいいかな なんだお前その顔は。いやームチムチだな、太らしちゃったな。ちょっと肥満になる魚ってダメですよね。飼い主のせいだったりしますよね、多分こういうのってね。よくねえな、気をつけよう。はい、というわけでちょっとした後日談でした。まあ一番気に入ってる水槽が今回ね凝り水槽になったんで、まあ凝り水槽でお別れしたいと思います。いやーもう嬉しいねこれ。サイアミーなんかもうめっちゃ踊り狂ってるからね、嬉しい嬉しい。総時間何時間やったかな、数えてないけれど気がついたらもう夜中だったから、あでもすごい腰痛くなるね、本当にあるあるですけどね、アクアあるあるですけど腰がやばかったな。でもその後に全部終わった後に終わったって眺めながら飲むビールやばくないですか。これもあるあるだと思います。たまんないですよね本当に、あの瞬間が一番楽しいさすがにねあの動画撮りながらプシューってできないからやんなかったですけど、あの瞬間が一番、あの瞬間一番うまいビールが飲めるんじゃないですかね。まあ今は飲んでないですけどね、はいじゃあまた次回ね別の企画でやりたいと思います。ちょっとでもね今生態数が多くて生態祭とかはね今ちょっとできないんで、水槽買ったりなんだりしない限りね。水槽買ったけどさもうちょっと鼻からパンパンだからなもうどうすることもできないな、無限に水槽あればね無限に生態祭できるけどね、まあしょうがないよね。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。ではまたお願いします。バイバイ。